蓮舫、連邦国政復帰を断念。13日に蓮舫さんが生配信にて、国政選挙はもう考えていない。120万人を超える人が蓮舫と書いてくれた。これで国政に戻ったら渡り鳥みたいだ、などと発言され、事実上、引退を表明されました。こちら蓮舫さんは都知事選において任位にすらなれず、ダブルスコア以上の惨敗を喫しており、 立憲民主党の辻元清美さんはこの惨敗を惜敗、惜しい敗北と表現しさらにこの後大きな勝負に出るための蓄えになるなどとも主張されておられましたが連邦陣営としては都知事選の敗北を衆議院へのく替えに利用する目論みだったようでございますけれども2割にも満たない得票率では 衆院選選選の小選挙区で当選することなど不可能でしょうこの蓮舫さん、都知事選において蓮舫さんご自身の問題ですとか一人外凱や R シールなどの支持者の問題共産党の問題などが発覚しており、まあ、さらに、都知事選後も蓮舫さんがデマを流されてしまったりまた蓮舫さんの支持が 蓮舫さんに対する批判を蓮舫バッシングなどと逆切れするといった問題が続いている中では事実上総理大臣を目指すことになる衆議院への蔵替えは難しいものと思われますまあもしかしたらですね4年後に都知事選に再挑戦したりしれっと衆議院選に立候補される恐れもございますので国民の皆様 有権者の皆様その際には選挙において改めて審判を下していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました